前回までのあらすじ。突然箱舟騎士団という怪しい組織に誘われる栗ご飯、巨大触手だらけの海を越えて彼らのホーム箱舟市にやってきた。そして特に実績負けていない栗ご飯に目をつけたという美人のランスロット隊長と対談し、なんやかんやで箱舟騎士として働くことになったのだった。だからこの騎士依頼の受け取りガイドってなるから、ちょっとこいつを、あ、なんか済んだ。どうも騎士依頼惰性と、なんかいろんな場所のクエストがあるってことかで、受け取る。若き騎士殿、惰性島に向かい犠牲になった騎士のバッジを回収してきていただけませんか。あ、回収したバッジは亡くなった騎士のご遺族に渡してください。フィールドでうろついている騎警艦船隊にお気をつけて。また会いましたね。この辺のやつがいろいろクエストがあるってことね。今回は一気に受けたからすげえいろいろ言われる。飛行機に乗って惰性島に向かって犠牲になった騎士のバッジを探す。これか、飛行機っつってるけどヘリコプターね。 OK。 箱舟騎士は犠牲になったのだ。犠牲の犠牲にな。なんかバジバジバジってなんかなってる。あー、これあれか、俺が早速入れた異変コアの力が発動してんのか。そう、なんかね、ライトチェイスとかいうやつを入れてみたんだ。で、この確かライトチェイスは、なんだっけ、連射が速くなったかなんか、足の速度が速くなるんだかなんか、そういうやつ。なんかこっちに行けっつって言えば、これなんもなくね。ここまで行ったら、焼けた火の段階、ホームレクチャーはこれで命を落としたのか。墜落したってこと？シンプルに。箱舟市のロゴ。お、これか。この中にバッジがあるのかな。あー、なんか銃が壊れてる。壊れた銃器。またあった。これは一部の破れた紙。もう待てないよ、アイディア。行かなきゃ。母体の動きがどんどん激しくなってくる。都市はいつ廃墟と化してしまってもおかしくはない。騎士団だけでは守りきれない。自分勝手かもしれないが、家族3人の安全性確保できればそれ以外はどうでもいいんだ。この現象は最も最大の素材だ。現象をもって今夜嵐から脱出する。それで失敗したってことなのかな。そうね、脱走兵になったっぽいね。なんか大丈夫、母体から母体守れるよみたいなことをめっちゃ自信満々に言ってたけど、無理じゃんってなってる人たちもいるから、実際どうなんだろうね。まあでもわざわざ外部、今まで自分たちで何とかしてたのに急に外部に協力を求めるってことはやっぱあんまよろしくないんかな。まあなんか攻撃激しくなってきたってことだし。島の南に行き、引き続き手がかりを探す。あ、船がある。これか。あ、トムダが人出てきた。海の船員ですか、彼らは一体。いや、僕栗ご飯。あ、この人たちに話しかけれないんかい。あ、行動観察するのね。ごめんね、重くさいに行っちゃった。本当にここにいいもんが隠されてんのか。東大森の親父が言ってたんだよ。めっちゃ喋る。この惰性島って島のどこかにお宝を隠したって。これ騎士じゃなくて普通のなんかならず者系か。ただの自慢話だろう。あの二つの石像のそばが怪しいな。箱舟氏の奴らが記念に建てたものらしいぜ。なんとか騎士ってのをしのぶためにな。この二人が箱舟市から何かを盗んだのか、そのあとさせたまるか。これ、処す？処す？転覆中の船に乗り込み、箱舟市の逃避がないか確認する。割り具合にが。よいしょ。よいしょ。お、なんかあるぞ。お前のものは俺のもの。お、なんかいろいろある。手紙もある。星の落ちる島。これ以上ふさわしい名前は、これ以上ないほどふさわしい名前だ。もし隕石、メテオ計画がなかったら、もしあなたたちが現象を使って母体を箱舟市から引き離さなかったら、箱舟市はすでに消滅しただろう。ランスロットはまだ幼く、あなたたちの犠牲の意味をまだ理解できないけど、私は時間をかけてゆっくり教える。あなたたちは科学一等生、地球の明日を救うために落ちたと。箱舟市と騎士団はあなた方の犠牲を永遠に忘れることはない。永遠の戦友フレッド、あれ、フレッドの手紙。てか、幼いランスロットって書いてるな。メテオ計画みたいなのやってんだけど。はっ、なんだなんだ。あー、急に感染隊が、うおー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 、いったいったいった。
レベル40か、ちょっと強いね。ああ、なん大丈夫。この人たちは目先の利益に飛びついたあいつが悪いんだ。全然言ってることはなんか違うんだけど。あ、気絶か。ちょいちょい字幕と声があったね。字幕かな、他に何を取ったんだ。この鍵だけです。必要なら差し上げます。私も騎士団の一員だ。今回盗みについては追及しない。侵食暗証の会議は危険だ。すぐに離れた方がいい。なんか異変のコアのせいでめっちゃ俺オーラ出してんな。あ、なんか写真だ。色あせた古い写真。背景は箱根市の、そうだね、岸公園のあそこのモニュメント的な。写真に写ってるのはおそらく夫婦の二人だ。だっけな、なんだっけ、アイディアだったかなんか、そんな名前の人たちかな。あー、やっぱりランスロットのお父さんお母さんなのか、これ。なんかそもそもバッジを拾いに行くって任務だったけど、なんかいろいろ、あ、ランスロット、その人姿はランスロット。ランちゃん来てたの？言ってんよ。敬意を、今日敬意を表する。急に。まさかこんなところで会うとはな。そうね。惰性島の騎士の依頼で犠牲になった騎士の場所を探すために来た。犠牲？それは臆病者ではなく英雄の行いだ。英雄。惰性島の物語は知っているか？あんま知らないっす。あんまってか、ごめん、全然。初めての感染潮汐の時だ。感染潮汐。母体が無数の奇形感染体を連れ箱舟氏を襲った。かつてない惨劇が続いた。隕石計画が実行されるまで。そこメテオ計画じゃないんだ。ああ、来ないところ。二人の騎士は無数の母体の気配をたどまとったまとった現象を積んだヘリを嵐の中から飛ばし、その巨大な母体を海の底へと誘導した。おとりになってくれたってことね。これが惰性の意味なのか。ここが惰性島と言われているのはヘリが最後にここに墜落したから。いい話だろう。だがそれが真実とは限らない。ファ騎士団の業務が残っているので、私は先に箱舟市に戻る。騎士依頼に反対するつもりはないが、この島の騎士バッジは探さなくていい。え、そうなの。彼らは英雄ではない。まあ、観察との答えに何か意味がありそうだ。彼女の両親は本当に脱走兵なのか。ああ、だからランスロットはお父さんお母さん脱走して、まあ、ただ運よく誘導できただけで、まあ、別になんかたまたまうまくいっただけで英雄じゃねえよって思ってるってことなのかな。とりあえず石像のそばでなんかスキャンスキャン、ウィー出た、この謎の機械。久しぶりに使ったな、これ。映像を確認する。なんそれ、なんそれ、どういう機械。フレッドやつは戦から脱走したんだ。あ、フレッド、やつらは戦から脱走したんだ。あれは騎士のするべきことじゃない。当初の目的が何であれ、彼らは最終的に隕石計画を実行した。ランスロット、あなたの両親が箱舟氏を救ったことは疑い事実だ。事実から見れば確かにそうだが、彼らは英雄と呼ばれるに値しない。昔のランスロットとフレッドだ。どうやら彼らは犠牲の背後にある。もう早いな、メッセージが。ああ、石の周りで手がかりを探す。ずっとあの箱が気になるけど、この地面はデコボコしているようだ。採掘、何が埋められているんだい。あれ、できた、古い箱、基板だメモ。2月6日、天気雨。あの大きな飛行機が落ちてから随分経っている。天に届くこの巨大な怪物、全てはまだ目の前にあるようだ。幸い嵐が収まってこの洞窟もなんとか持ちこたえられた。飛行機で使い物を拾って村に帰ろうと思っていたら、こんな大切なものをつけてしまった。英雄の宝物をこの円筒に残そう。あの二人の騎士に関係があるようだ。とりあえずこの箱開けちゃおう。古い箱、検証広告。何それ、そんな、なんかよ、でかい箱の割によくわからんもん入っとった。とりあえず、あ、ここ、わー、待って、目の前に急に出てこない。ダダ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 、あだだだだだだだ、いだ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 。そもそもドローン飛ばしてなかったしも。うわ、ナイス。あー、ボロボロ。よいしょ、よいしょ。ん、灯台だよね、結局。サルベージした物証か、また壊すことができます。交換と撤退。
物資交換、町にも戻れる。物資交換は何これ。まあ、いや、とりあえず登ろう。ストーリー的にはその物資交換関係ないっぽい。あ、なんかあるじゃん。なんだこれ。あ、騎士バッジだ。とある夫婦の騎士バッジ。彼ら脱走兵として去り、騎士として倒れ、最後に英として永眠した。旧式の通信機。クラウド。隕石計画でクラウドってなんかおもろいな。私の子供、ランスロットへ。このような形でメッセージを残すのは、あなたが聞く機会があるかどうかも知らないし、聞いてくれるかどうかもわかりません。キャー、ゾンビよー。うわー、基地にゾンビがやってきた。逃げなきゃ。箱舟騎士としての誇り、興味ないね。あ、そういえば、メテオじゃね、隕石計画で使う予定のヘリコプターあんじゃん。これで一緒に逃げようぜ、アメリア。脱走、興味あるね。いやー、みんなには申し訳ないけど、命あってのなんたらって言うし。ん？艦船隊なんて怖くねえ。いやー、ぶっ殺し。あー、みんな頑張って戦ってるな。考えたら、ランスロットのためにもこの場所を守らないといけないよな、アメリア。わかったわ、クラウド。そうだな、俺たちが隕石計画を成功させよう。いい。ランスロットとみんなの未来、興味あるね。ああ、これが騎士として生きて騎士として死ぬってことなんだな。まさにクラスファースト。ランスロット、みんな達者でな。じゃあねー。その時私たちはうなり、あー、まだ読んでましたけど、僕はなんで勝手に、あー、びっくりした。ちょっと勝手にいろいろ言ってるけど、その時私たちはうなりを上げる波の上を走っていました。激しい雨と嵐、風の中で、あなたのお母さんは微笑んでいた。多分私も同じだった。一人の騎士として一人の騎士として生きて、一人の騎士として死ぬというのはこんな気持ちだったかね。だから結局最初は逃げようと思ったんだけど、このままじゃみんな死んでまうってなったんで、よし、俺たちがおとりになるぜみたいな感じだったってことなのかな。まあ最終的には英雄だったからええやんみたいな。ランスロットはどこまでちゃんと分かってんだろうな。でも探すなっつってるから一応知ってはいるのかな。悲しいランスロットのパパママ物語だった。そしてこれで瞬時に戻れんのね。で、まあ、ランスロットに持って帰ってくんなよって言われたけど、持って帰ってきたバッジを、彼女はその真実を最も知るべきに。知らないのか、やっぱり。見つけれてないのか、じゃあ。いや、ずっとお父さんお母さんは脱走兵だったんだ、つって。あいつらたまたま、引き連れただけなんだわ、ぐらいに思ってんのかな。ランちゃん、ちゃうんやで。結局、その2つのバッジを見つけてしまったか。まあ、そうね。どうぞ。あの時私の言った言葉の意味が理解できただろう。この二つのバッジはもう騎士の栄光を象徴するものではない。待ってな、そっと彼の最後の言葉を聞いてから判断すべきだ。確かに、わあ、ちょっとドローンくん、うるさい。彼は確かにヘリ乗りこの街を放棄した。しかし彼らが嵐を乗り越え波の中に突き進む決断をしたのは騎士としての心があったからだ。彼らは英雄ではない。だが最後の瞬間まで騎士だった。それが終わっただけで十分だ。バッジを受け取りましょう。まずこの2つの騎士バッジを受け取ってほしい。あなたのご両親もきっとこの騎士の証を娘さんに預かってもらいたいと思っている。ありがとう。ならこの銀のホイッスルと交換だ。じゃあドローンうるせえ。ちょっと今後ドローンしまっとこう。うるせえこいつ。で、銀のホイッスルは何だった、その説明をしてほしかったけど。関節キスってこと。あ、これ高級コアランダムボックスだって。どれかが出てくるのか。えい、受け取り。ノッキングロケット、それ使える武器持ってね。まあでもいつかのためにね。トリガーマークついてるね。これ餌やり、こういうのに勝手に餌あげちゃダメなイメージなんだけど。どこかついていきたがっているようだって言ってる。どういうこと。え、とことこ行くの、飛んでいくんじゃないの。
ああ、飛んだ飛んだ飛んだ。うん、僕君についていけないかも。ああ、なんかある。何このすごいまがまがしい箱。こんなとこにカモメの贈り物。わーい、なんかもらえた。カモメにも餌あげるもんやな。